ブッシュタッカーの例ブッシュタッカーとは、オーストラリアの先住民族アボリジニに伝統的に利用されてきた、同国原産の同植物のことを指す。ブッシュフードとも呼ばれる。最近では、アウトバックで手に入る植物という意味にも発展している。同国で採取できる植物は、ビタミンやミネラルが豊富であり、例えばツルナは、ビタミン C が豊富であり、18世紀後半に、 豪州を訪れたジェームズ・クックに同行していた、船員の解決病の改善にも役立った。植物はそのまま食される一方、カンガルーやエミューといった動物の肉は脂肪分が少ないため、ユーカリの樹皮で包んで、柔らかくしてから焼いていた。1970年代、アボリジニー以外のオーストラリア人の間で、ブッシュタッカーの利用が注目され、一部の動植物の商業利用が始まった。 1980年代に入ると南オーストラリア州において食用としてのカンガルー肉の販売が合法化。また専門家によってブッシュタッカーには非常に栄養価の高いものがあると評価された。80年代半ばシドニーのいくつかのレストランがブッシュタッカー食材を利用した本格的な料理を提供するようになる。スパイスとしての一般的な普及も進んだ。 2010年代以降は、先住民の文化を伝えるための観光資源や、害虫対策としての活用例などが出てきた。また、これらの活用例においては、レモンマートルをハーブティーにするなど、現代風の物資タッカー料理も考案された。フィンガーライムは、プチプチした食感から、森のキャビアと呼ばれている、オーストラリア原産のートかけ。ありがとうございます。